ありがとう。むむむ。やった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 。さやんにいつも優しさを教えてもらってるよって、私に？フライングハッピーバースデー、私のハッピーバースデー、ありがとう。ペンがないんだけど、かな。このテーブルはお菓子で溢れてる。お菓子で溢れてるよ。おかしいね、それはおかしいね。ちょっとこのペンで目に優しい色で、フライングお祝い、犬ちゃん、ありがとう。ありがとう。これからもいっぱい優しさを教えてください。私？私から、恐縮でございます。ありがとう。
クに、お、嬉しい、そう、ニューパジャマ、嬉しい、ニュー、優しい世界コールか。あ、ね、夜寒いですね。今日誕生日って、え、おめでとう、あやとさん、ハッピーバースデートゥーユー、三夜しな一年にしようね。私はちょっとツイートしようと思います。誕生日まであと3日ですからね。そう、忘れないためにもちょっと忘れないためにも、誕生日まであと3日ですよね。12月4日だもんね。よし、ひまたぎ配信、あ、しようかな、できるかわかんないけど、うん、できるかわかんないけど、ちょっと聞いてみますね。で、したい気持ちはありますけどね。とってもしたい気持ちはあります。どうなるかわかんないけどね、お祝いしてほしいもん。ツイッター確認しました。インスタもね、更新したんだけど、明日も更新しようかな。やっぱりね。ね、まあね、言っていいかわかんないけど。なんかマネージャーさんから今返信来て、できるはずって言って。私まだ聞いてないんですよ。そう、見てるの配信。わーい。え、最近よく見てるのかな。びっくりしちゃった今私。できるはずって。びっくりした。もう配信終わってからね、聞こうと思ってたんですよ。びっくりしちゃった、おもろい。あ、そう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 、今日ね、インスタのストーリーとかでもね、ストーリーでストーリーしたんですけど、ストーリー
ストーリーしたんですけどね。そう、私が参加できてない時、稽古とかに代理で入ってくれたりとか、私のところとか教えてくれたりとかね、してくれるね、教えてくれるんですよ。でも皆さん優しいよね。そうそうそう、私がいない間ずっと、そうそう、ずっかちゃんって言うんですけど、その子たちストーリーにね投稿してくれたんで、なんかなんていうの、引用っていうのしたんですよ。そしたらなんか私のファンの方からすごいなんか仲良くしてあげてくださいみたいな返信が来て、なんかサヤのファンの方すごいねって言ってた。拝見、あ、舞台で拝見したことあるね。そうなんですよ、舞台すごいね、声も通ってるしね、すごいお芝居。そうそう、なんかすごいサヤのファンの方からなんかいっぱい来てびっくりしてるんで、どうしよう、なんかすごいいいねって。だからよろしくお願いしますって言って、ずっかちゃんはそう、私が言うこと全部にすごいねって言ってくれるの。そう、とりあえず私に話すときね、まずね、すごいねから始まるよ。あ、私ってすごいのかなって。いや、思わ、そんなにね、そんなに思わないですけど、なんかすごい、その言われるたびにすごい、なんかなんだろう、心がね回復していくよ。そう、自分がすごいとは思わないけどね。でもそう、回復していくの。話してて、だからね、そう、元気出てくる。そうだけどね、すごいねって私に言ったら回復するんで。すごいねから始まる会話めっちゃいいですよ。でも私もそう、すごい褒めてくれるから、私もねえ、そう、褒めたり、なんか優しい世界です。今日 LINE 用中。優しい世界、ゴイゴイス。そう、すごいねって結構魔法の言葉かもね、ゴイゴイス。というわけで、団地は変わったらお読みしますね。誕生日おめでとうって、ありがとう。団地読むよ、すごい。自分のことすごいと思わないよ、けど嬉しいのよ。1位犬ちゃん、2位イガちゃん、3位コッペさん、4位セイヤンさん、5位トゥエールさん、6位ソウルメイトさん、7位修造さん、8位マイセンさん、9位ホタテサマー、10位ロックオンさん、11位イクゴピョンピョン、12位恋してカープさん、13位マサキさん、カーくん、ゼータンさん、ちくわドーナツさん、なおなおさん、五十アップくん、こぶやきさん、大西くん、チャッキーさん、猫のおかずさん、ゆうさん、しんじさん、王子様拾ったよさん、いなっちさん、たかおごんやん、らくらくさん、にのまるさん、あお
うちゃん、キャスパー大くん、はやりんごさん、MTK さん、メガバイトさん、ありがとうございます。というわけでありがとうございましたね。おやすみなさいでござる。バイバイ。ツイッター見てね、インスタ見てね。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ缶ジュース。